はいどうもダルです。さて今回はですね、皆様我らがウルハロハモリの新曲ピンクフラッシュライツが配信開始になりましたということで感想トークでございます。皆様聞きましたか？ピンクフラッシュライツということでね、まあ、この楽曲はですね、青春がテーマにされていてね、3作連続リリースでございます。同じ世界観で話が地続きにつながっているということでね、今回はまあ出会いとかね、一目惚れとかそういう感じのね、まあ第1弾ということですよね。いやーめちゃめちゃ良かったなというふうに思うんですけれども、今回ね感想をお話ししていきたいなというふうに思います。まあ本日ね5月13日の夜10時からはミュージックビデオもね、公開されるということでね、皆さんぜひともね、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。まあね、あえてねティーザーのね、まあリアクションはね行ってないんですけれども、もちろん見ておりますよということで、まあ女の子がね一人、まあ金髪のブロンドですか、ブロンド美女って言った方がいいんですか、金髪美女がねいらっしゃいまして、まあその方々っておかしいな、一人なんでね、その方をめぐるお話なのかなというふうには思うんですけれども、まあウルハロハーモニーのね4人がね車にね佇んでいる姿っていうのも映されておりまして、というかまあそんな感じでしたよね。まあかなりまあ短いティーザーだったので、まあもう全然ねあれはもうリアクションするあれでもないかなというふうに思ったんで、まあね MV 楽しみにしているという状態なんですけれども、まあそんなこんなでですよ、5月13日になってですね、楽曲がね、配信開始になったということで、まずはね皆様とね聞いていきたいなというふうに思っております。というわけで皆さん準備をお願いいたしますね。今から僕が合図を送ったら一緒に楽曲を再生してください。まあ相も変わらずこのね、トーク上ではですね楽曲は一切流れないということなんで、よろしくお願いしたいなというふうに思っておりますね。僕のね、リアクションだけが垂れ流しになりますよということでね、まあリアクションいいよっていう方はですね、ぜひともね感想までぶっ飛んでいただけたらなというふうに思います。それでは行きましょうか。再生します。 3,2,1 再生ね、ポチョン。はい、始まった。このイントロいいですよね、中毒性ありますね。イエーイ、始まりました。まあめっちゃ最初の歌詞好きなんだよね僕ね。このピンクに染めてくっていうのがね、この恋心に変わってる模様がね、描かれてますよね。いやいいね、このまさかブルーム、やっぱブルーム、このなんだろうな、歌い方好き。うん、いいね。で友達の友達って距離がっていうところでね、このなんだろう、出会いの関係性が分かりますよね。いやいいね、このスイートペンが何度聞いてもスイートレインに聞こえちゃうんだよね俺ね。うん、見えちゃうし文字的にもね、うん、あってなっちゃう。サビですね、いいね、このサビはやっぱいいね、めちゃめちゃかっこいいな。やっぱね結構スピードもあるんだけれども、低音がしっかりとね繋いでくれることによって地に足ついてますよね。そこがかなり楽曲としてかっこいいなというふうに思いますね。うん、結構低音響いてますね。いやもうでもこのエレクトリックショックってやばいなって思うけどね、ちょっとね言葉として痛えって思うんだけど。でギー君のねラップですよね、ラップなのかな、まあでもかなり音色が変わってるのでいいよね。このやっぱブルームブルームのね、なんだろう、歌い方というかこのなんだろう弾み方好きですね、やっぱね。いいね、このタイタニックみたいにギュッと後ろからっていうのでやられる女の子多発してませんねえ、いやいいね、この結局さウルフってさ伝えきれないんだよね結構伝えきれないイメージあるわ。うん、いやいいね、サビ結構やっぱいいね、ハートに X-ray 言葉がね結構ね、言葉単体で取っちゃうとね、でこのここからいいんだよね、このあーあーでこのドゥクドゥクドゥンが結構好き。うん、で音がねなんだろう、稲光のはずなのにポコポコ言ってんだよね、だからなんか泡みたいなイメージもあるんだよね。うん、いやいいね、かっけえな。いやーこの音抜くのいいんだよね、偶然じゃなくてっていうねところがね。うん、いいね、いやいいね。はい、というわけで聞いていきましたけれどもですよ、ピンクフラッシュライツね聞きましたけれども、まあ感想ざっくり喋ると、まあ確かにまあいい曲だな、いい曲っていうか楽しい曲だなっていうふうには思いますね。かなり爽快感があって、やっぱこうふんわりねエアリーな感じがあるんで、聞いててねなんだろう本当に楽な
気持ちというか、なんもねノンストレスですよね、やっぱりね。でまあ出会いの楽曲なんで、まあ別になんかこうね、関係性として進展してるっていうわけではないんですよね、歌詞の中で。もうずっとただそのあなたに出会ったことで私の景色が変わって、まあ稲光が走って、ね、恋心を抱きましたっていうような、そういうことをずっと歌ってるんで、別に話の中で、歌の中で関係性が展開したり何かこうストーリーが描かれるかと言われるとそうではないので、まあ、ずっと同じ視点っていうことではあるんで、だからその点で言うと別になんかこうね、うん、なんかこう勇気がなんかこうほとばしるとか別にそういうわけではないので、ずっと私好きになりましたっていうところをなんかこうその描写を細かく描いているっていうだけの話かなっていうところではありますよね。まあだからこれはね、おそらく3作をまあ、しっかりと繋いで聞いた時に一つの物語になるっていうわけなんで、まあ、これはねあくまでもまだね、完成ではないのかなっていうふうには感じますかね。でピンクフラッシュライツね、まあ、だからなんだろう、こうかっこいいかと言われると別にかっこいいっていうふうには感じないかな。なんか聞いてて楽しいなって、明るくなるなっていうところかなというふうには思いますね。で素直に言っちゃうとなんだろう、軽い、うん、だからその軽いっていうのは何かっていうと、なんだろう、言葉が軽いんだよね。そう、それは良しとするところでもあるんだけれども、でもなんかこうもっとねストレートになんか言ってもいいんじゃないかなって、回りくどいかなっていうところはやっぱあるかな。なんか言葉一つ一つがちょっとね比喩に近いので、すごくね遠回しに聞こえるっていうところはあるかなっていうふうには思いますね。まあ、あとねやっぱこうコンセプトフォトを見た時の印象とこの楽曲の印象がイコールではないっていうのが正直あるかな。あのコンセプトフォトがかなりやっぱこうクールでスタイリッシュに決めていたので、こんな感じの楽曲だとは思ってなかったんですよね。だから最初聞いた時ちょっとびっくりというか繋がらなかった、ってなったので、なんかね、そこがちょっとね惜しい点ではあるから、コンセプトフォトって言ってるのにね、この楽曲のコンセプトで撮ってるのっていうのは正直あったから、まあこれ MV 見てみたいなと何とも言えないんだけど、ただねその写真と楽曲がイコールではないなっていうのは正直に感じたところかな。なんかねクールではないよね。どっちかっていうとなんだろう、ファニーというか楽しいみたいな、そっち系の楽曲なんでピンクフラッシュライツがね。なんだろうね、あとねなんだろう、あの正直に言うと、もうここもぶっちゃけるとね、もうここまでぶっちゃけたついでに、あの楽曲が真新しさはないんだよね。やっぱりどうしてもハスキースタディオさん、まあチャキズルさんが作ってるんでね、まあ制作プロダクションもまあ同じじゃないですか。だからもうずっとですよね、スイートレインからずっと同じプロダクションなんで、あの全然違う楽曲に聞こえるかと言われるとそうではないからって、それはもちろん全然違うんだよ、楽曲として全然違うんだけど、なんか音色とかなんかテイストとかこう音の作り方とかそういうところがやっぱりこうね、スイートレイン、シュガーハニー、ね、フローズンバタフライとね、ピンクフラッシュライツと来て、まあ、ユアンドアイもかな、まあでもまあまあ代表曲というかこのリード曲たちですよね。まあウルフをね構成している楽曲たちが、まあやっぱこうハスキースタディオなんで、どうしてもね、そうなるとちょっとねやっぱこう楽曲を聴いた時の真新しさ、この新しいウルフだねって感じがないんだよね。それはねやっぱこうどうしてもこれからねこういろんな楽曲作っていく上で、まあプロダクションを変えてもいいのかなっていうのは正直思うところではあるよね。なんかね、ああまたこんな感じかっていうのは正直あったかなっていうのは思う。だからラブレッドが本当にね、あのガラッて聞こえ方が変わってくるんですよね。やっぱこう制作してるチームが違うので、ラブレッドだけね。なのでそう考えると、まあラブレッドだけ本当になんかこう別曲って感じはするんだけれども、でもね個人的にはもっといろんな人にウルフの魅力を引き出してもらってもいいのかなっていうふうには思うから、ちょっとねここに来てあーって感じ、なんかこう別になんかこう新しいウルフって感じじゃないんだよね。そうそうそう、でも新しいウルフを期待するじゃんやっぱみんな。今度はどんな新しいの
を見せてくれるのかなって、どんな新しい姿を見せてくれるのかなって思うんだけど、でもなんかこう音を聞いた時に、あーなるほどねこんな感じねっていう、そういう感じわかるから、うん、だからもちろんいいんだよ、いいしテンションも上がるのよ、ウルフ新曲来た、うわすげえかっけえって思うのと同時に、それと同時に、あーまたこんな感じねっていう、ちょっとそのね2つの気持ちがなんかこう混在してるって感じかな。うん、もちろんね、うわいいっていう感情もある、でもなんかもっと新しいのも聞きたいなっていう、そうわかるかなね、ちょっとロック調とかギターサウンドとかわかんないけどアコースティックなのか、あとは例えばね、もっと なんだろうね、うん、オーケストラっぽいのとか、ずっとこの EDM な感じというかね、わかるから、なんかもっとね情熱的なやつも聞きたいし、まあラテン系も聞きたいしとか、いろんなね幅広いジャンル聞きたいのに、でもなんかこうどうしてもこのね、まあウルフっちゃウルフなのよ、このチャキズルさんの EDM な感じっていうのはすごくウルフっちゃウルフなんだけど、でももっとさなんかこう本当に大幅にジャンルが違うのが聞きたいっていうか、新しいウルフが聞きたいっていうのはあるし、うん、なんかもっとゴリゴリのやつがあってもいいなとかも思うし、なんかねこのなんだろう、うん、気持ちがあるっていう感じかな、なんだろうね、うん、でもなんかまあもちろんピンクフラッシュライツいいんだけどね、なんかもっとね制作陣をねガラッと曲ごとに変えるっていうのもいいのかなって、そうしたらおそらくねもっと曲のスパンっていうのもね早くなる気がする。だからずっと同じプロダクション制作で作ってるから、まあ一曲一曲のスパンが長くなるからね、どうしてもね解禁までね、もっといろんな手を打ってもいいのになっていうのは思うんだけれども、まあこだわってるんでしょうね、この同じ制作陣でやるっていうのにこだわってるのかなっていうふうには思いますね。そうね、だからね結構ねまあ難しい話だと思うんだけどね、うん、まあピンクフラッシュライツ、まあ曲としても短いですよね、2分半なんで曲としてもね、でその中でスパーンって終わっちゃうんで、ちょっと物足りなさは若干はあるかな、かな。あとはねもっとねもっとなんだろうねドープに攻めてもいいと思うんですよ。なんかね最近やっぱこう思うのが、この歌のうまさっていうのもいろんなね方向性があるんだけど、ちょっとねまあ言っちゃ悪いけれども、なんかねうまいなっていうのがちょっと表面上というかね、もっとなんかこうねグッと来てもいいのに、ちょっとね抑えめでしょね、なんかこう上積みだけでしょ、それもちょっとねウルフハルハーモニーのねちょっと欠点かなっていうふうには思います。もっとなんかこう自分たちが出したい技術だったりとかね、なんかこう使いたい歌い回しとか伝えたい思いとかいろんなの込めていいのに、ちょっとこの恋愛っていうベールに包まれることによって、なんだろうね抑え込まれてるような気はするんですよねっていうのはあるかな。もっとねなんかドープにさ自分たちの奥底のマインドを入れていい気がするんだけどね、なんかこう上積みというかね、だから薄っぺらいって感じるのかもしんない。うん、まあそれはね曲のね持つねえなんて言うんだろうコンセプトがあるからかもしれないんだけど、もっともっとねなんかね出していいのになっていうふうには思いますよね。なんかこうまあ闇ウルフじゃないけれども奥底に眠るウルフを出していいのになっていうふうには思います。そろそろいいと思うんだけどね、なんかこう一回ちょっと恋愛から離脱してほしいなっていう感じはちょっとするから、これで来るんだったらねここからもね、まあこの後ね2作続くんでね3作連続って言われているので、まあねもうそろそろね僕としては恋愛から離脱してくださいよっていうのはねあるんですけれども、でもねテーマなんでしょうがないんですよね。いつからね愛がテーマになったかわかんないんだけれどもね、別にね別に愛でずっと攻めなきゃいけないっていうわけではないじゃないですか。そこはねずっと思ってるから、ちょっとそろそろ離脱してくださいよっていうのはあるけれども、でもねまあ楽しい楽曲であったことは間違いないのかなというふうには思いますね。はい、というわけでまあ今回はですね、まあウルフハルハーモニーのピンクフラッシュライツの感想をねお話しさせていただきました。まあ僕としてはちょっとねなんだろう賛否ではないけれども、でもなんかこう思いとしてはちょっと複雑なところはあるかなというふうに思いますけれども、まあ楽しいっちゃ楽しいんでね、まあ結構好きではありますよ、楽曲としては好きなんですよ。ただ
この流れを見た時にちょっといろいろ思うなっていうのと、あとはちょっとね歌詞をもうちょっとシンプルにしてもいいのかなって、すごくまあ回りくどいのでね、まあちょっと痛みもあるのでそう痛みもあるのでね、まあすごくもうちょっとね、なんだろう、ストレートに伝えてもいいのになっていうふうには思いましたね。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ。Living life, every day, late at night, not okay, all I want.